それでは活動報告に参りますけれども、地域おこし協力隊員として岡堀真麻隊員につきましては移住定住を主に担当していただき2年目となっております。今野俊也隊員につきましては3年目卒業の年となっておりますが、市の公式 LINE やあと24日に BS テレビ東京で放映されましたけれども、そちらの方でも詳しく活躍内容がテレビで放送されたりと、今注目を浴びている隊員となっております。本日ですけれども、それぞれの報告の後に質疑を設けまして、あと最後には皆様からアンケートを頂戴したいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。それでは早速ですが、活動報告に入らせていただきます。最初に岡堀隊員からお願いいたします。地域おこし協力隊の岡堀真麻と申します。自己紹介です。鹿島大使旧松尾村出身です。前職は金融機関に勤務していました。2022年に東京から U ターンして地域おこし協力隊の2年目になります。活動内容は移住定住促進、情報発信をメインに行っております。趣味犬の散歩等なんですけども、こちらの写真は散歩中ではないんですけども、東京から引っ越しをしてきて一番最初に行ったのが市内のサラダファームというところで、すごい今でもとても貴重な一枚になっています。U ターンする前のことですが、2年前まで東京の金融機関で働いていました。1社目は現金を扱う仕事、現金に触っているような仕事だったので、自分の財布の中身の数枚が気になるんですけども、目の前に積まれた札束を見ても何も感じないという環境です。でその後転職をして、2社目は現金には触らずにお金を運用したり有価証券、株とか債券を管理するような仕事をしていたので、そこでは数字を扱う仕事をしていました。なので仕事中は常に数字、お金に囲まれるという環境にいて、それはそれで数字が全てということなので、すごい手応えはあるんですけども、逆にそうでない世界を見てみたいなと思うようになったり、それなら地方で暮らすのもいいなと考えるようになって地元に U ターンしました。で活動内容は主に移住を検討する方への情報提供や移住前後の相談対応、あとは市のウェブメディア八幡平通信の運営を行っております。で移住相談対応では、移住を考えている方と東京で直接会って話す相談会の他に LINE での移住相談も行っております。移住相談会は年に7回、8回程度で、1回あたり相談件数は10件前後の方と話をしています。LINEでの移住相談は年間10件程度行っております。で実際、相談会での相談内容がこちらに出ているとおりですけども、美容師さんが見える場所で暮らしたいだったり、東京が暑すぎるから移住を考えていますという声があったり、あとは結構多いのが移住してその後地域に馴染めるか不安ですとか、冬の暮らし雪多いですよねとか、車の運転って大丈夫ですかねっていう声をよく聞きます。そういう声を受けて私が企画したのが雪道運転講習と移住者交流会のセットなんですけども、やっぱり心配の大きな二大テーマというか、コミュニティと運転というところがとても気になっていて、私自身も雪道運転が正直怖くてしょうがなかったまま U ターンしたんで、そういう思いもあって企画しました。でこちらにある通り、元自動車学校の校長で現在八幡平市役所地域福祉
下に勤務されている方を2講師をお願いして、前半では講習座学と実地の講習をして、で後半は交流会ですという流れにしました。でこの時は1月だったんですけども、今年はすごい雪が少なくて、雪道運転になるかどうかという不安もあったんですけど、まあ、うっすら積もったので、この写真にある急ハンドルの練習もできて、ちょっと急ブレーキが物足りない内容になってしまったんですけども、なんとか開催することができました。で参加された方からは、雪道運転の講習、とても参考になりましただったり、交流会の企画があったら、もっと参加したいですという声をいただくことができました。これは今後もぜひ続けていきたいなと考えています。でその時の参加者アンケートの結果がこちらです。で実際今後どんな企画があったらいいと思いますかということについては、農業体験というのがダントツで人気だったので、まあ、今後は農業体験、あと山登りハイキング、キノコ狩りとも組み合わせて確認していきたいなと考えています。あと同じ交流会なんですけども、こちらは盛岡広域振興局と一緒に企画をした内容でして、盛岡エリアの8つの市町があるんですけども、そこのエリアに移住された方が対象で、会場は県民の森で9月に開催しました。こちらは実際に外に出てネイチャーゲームをして、あと少し散策をしたりして、そこで自然と盛岡市に移住された方とか、市町をまたいでいろんな会話ができたので、これもとても貴重な機会だったなと思います。で続いては市のウェブメディア八幡平通信の上です。移住者目線で地域の魅力を掘り起こし発信するということで、住んでいるからこその情報を市内外の幅広い世代の方に知ってもらうために、ブログの記事を書いて発信をしています。でこちらが今年度読まれた記事とブログ記事の表示回数で、2020年以降通常表示された回数ですね、読まれた回数は増えてきていて、今年度、前年度、ちょっと横ばいになっているので、来年度は5万回を目指して、その内容を工夫して、今後も発信をしていきたいなと思います。で隣にある読まれた記事の一覧なんですけども、この読まれた記事の共通点というのは結構もうはっきりしていて、インターネット上に情報が少ないお店、施設、イベントだったりというのが、多く読まれています。例えばこの八幡平サーモンが味わえる焼肉カビオが、これをダントツで読まれている記事なんですけども、こういうカビオ八幡平に調べると、この記事がかなり上の方に来るんですけど、お店のフェイスブックだけで発信をしていたりとか、そういう発信が何もない状態で、地元の人だけが知っている定食ちゃんまもそうなんですけど、そういうまだまだ知られてない記事を取り上げたり、あと一番下にある犬と駆け抜けるマッシャーズジャンプ、これ犬ぞり大会の記事なんですけども、こういう20年以上続いている大会であっても、犬ぞり8万体で検索するとこれが一番上に出てきたりするので、意外とまだまだ取り上げるべき話題がすごいあるなと感じているので、引き続きそういう話題を意識しながら書いていきたいなと。続いての活動内容です。八幡平市と多様に関わる人を増やすことを目的に、関係人口創出イベントを今年度東京で2回開催しました。1回目はハッピー塗りをテーマにしたランチ会です。こちらの奥の写真なんですけども、ハッピー塗り漆器工房の販売員の方に漆器や漆についてのお話をしてもらいつつ、
漆器を実際に東京に持っていて、市の食材を漆器で味わうというイベントでした。市の出身者だったり、市をまだ訪れたことがないけど漆に興味がありますという方が参加されて、漆の漆器はすごい特別なイメージがあったけど、日常に使えるという楽しみを教えることができてよかったですという感想だったり、あと出身者からは地元の特産品を意外と知らなかったので、この機会に知ることができてよかったですという声をいただきました。で、2回目は3月、今月ですね、東京で食堂みやこというイベントを開催しました。この食堂みやこ自体はもうすでに宮古市が関係人口創出イベントで14回東京で開催しているんですけども、今回は宮古市との姉妹都市ということで一緒にやってみましょうという話から初コラボとなりました。昭和61年から現在まで続く姉妹都市の交流の様子を振り返ったり、それぞれの市の紹介だったり特産品を紹介しつつコラボ、PR をしました。この一番上にあるのがその時の集合写真の様子なんですけども、定員30名でだったんですけども、34名の申し込みがあって、2名キャンセルで最終的には32名で参加いただいて申し込みのイベントだったんですけど、すごい終始大盛況で、町の案内士名前も場所も知らないっていう方も結構いらっしゃって、もちろん出身の方もいらっしゃるんですけども、宮古にはもう何回も行ってるんで今度は八幡平に出ますっていう方だったり、あと八幡平の応援市民の申請をその場でしていただいたり、今後につながるような流れもあったので、この場限りに盛り上がりではなく今後もこういったイベントをちょっと中身を変えてやっていきたいなと。はい、続いてはふるさと CM 大賞の応募作品を制作して面白賞を受賞しました。実際の映像を、これはちょっとかなり数字に意識、数字に意識移住ツアーの様子がすごいニュースになって話題になっていたりするんです。
ですけども、この移住ツアーも定員20名に対して毎回100名以上の応募があったりとか、震災の街というイメージが強いんですけども、現役世代の移住者が実際に増えていて、そういう他の地域と差別化した手厚い移住支援とか企業支援はもちろんあるんですけども、福島発という話題性に着目した新たなチャレンジがあって、そういう後押しをしているというのがセンターの役割で、そういう役割を担っている様子を今回知ることができました。2箇所目は宮城大崎移住支援センターへ行きました。こちらは古川駅前にあるんですけども、スタッフ4名で空き家の運営、空き家マンションの運営、移住支援、移住相談、実際この相談コーナーが後ろにあるんですけども、そういった相談をしているところで、本当に企画、運営、実施、すべて4人でやっていて、移住者を巻き込んで、どんどん新しい取り組みをしていくようなところでした。こういう今まで新しい取り組みをしていたりということを知って、きっとこれならできそうだなという内容も結構あったので、今後の取り組みに参考にしたいなと思っています。最後、私は2年間この移住定住の活動をする中で、東京に何回も行ったりするんですけども、八幡平市をまだ知らない方が多いなという印象も結構あるので、安比高原って八幡平市にあるんですねだったり、秋田県じゃなかったんですねとか、意外とこちらが思っていることを八幡平市で知られていないんだなっていうことを知る機会も多かったので、そういうまず知ってもらうというところ、そういう情報発信にさらに力を入れたいと思っています。あとは移住定住の活動の成果というのがなかなかこう数値で表すことが難しいなとこの年間すごい思うので、そこは今後の活動の中でなるべくこう数値化できるものは具体的に数値化していきたいなと思っているところもあって、ただこの移住っていうのは割と大きな人生のターニングポイントでもあるので、それをすぐ決められたり数年かかったりとか、そういう成果が数年先だったりということもあると思うんですけども、そういう移住して終わりということではなく、その前後のサポートも引き続き頑張って、かつ新しい挑戦もしていきたいなと思います。はい、以上となります。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。岡堀さんも移住してきた U ターンですけれども、そういったところの目線での移住者のフォローのコミュニティ作りだったり、あとは情報発信はかなりの成果を上げておりますし、あとやはり八幡平市の認知度が私たちの思うより首都圏では低いということで、そういったところで宮古市さん、有名な宮古市さんとコラボするという事業を実施したりなど、さまざまな企画を作りながら活動していただいております。それでは皆様からこの発表、あと関係することでもよろしいですので、ご質問あればお願いいたします。伺いたいんですが、私は東京からの移住20年30年目なんですが、移住してきて一番困ったのが住むところですが、現在その情報はどこかで出していらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。空き家バンクみたいな。はい、そうですね。実際に八幡平市空き家バンクという検索していただくと、空き家バンクに登録されている物件の一覧を見ることができますし、賃貸ではなく空き家ということになれば、そうですね。で、実際にルームツアー動画もそのサイトから確認で
ありますので、そこから見ていただくと一番スムーズかなと思います。ありがとうございます。はい、すいません。先ほど の、 あの発表の中に安比高原って八幡平市なのっていうふうなあの発言というか、があったと思うんですけれども、例えばです、思いつきで言うんですけれども、安比高原って、まあ、いろんな形でこうテレビの CM とか宣伝してますよね。で、アルファベットで安比っていう文字が結構大きく使われたりするんですけども、その下の方に、in 八幡平シティとかっていうふうなのをちょっとこうつけてもらうような依頼をしてみるとか、もっともっとこう八幡平市の認知度というかな、そういうのを上げる方法っていくらでもあると思うんですよ。例えば何かこうイベントがあった時に、名義公園に八幡平市の名前を積極的に出していくとか、そんな工夫も必要じゃないのかなと思うことが一つあります。あともう一つ、その移住移住って言ってる割には、例えば、首都圏、まあ首都圏に限られないわけですけれども、他から岩手に来た時に、例えば、温泉郷に行きたいとか、まあ、柏台だとか、まあ、いろんな、地域に、あの地区に行きたいって言った時に、まあ、市内でいうとやっぱり大武家駅っていうのが一番、まあ、有名というか拠点になるような駅だと思うんですけれども、大武家駅から、例えば温泉郷に行くとか、他に行くバスとの接続が悪いんですよ。花輪線が大武家駅に着きました。ところが温泉郷に行くバスは5分前に出てます。現実そういうことがまだあるんですよ。それに対して行政の方とか観光協会の方とか気づいているのか、気づいててもバス会社とか JR にそういうそのアピールをしないのか、してきても無駄なのか、そういったところもちょっと個人的には不明なんで、そういうアプローチの仕方をもっとこう積極的にしてもいいんではないのかなっていうふうに日々感じております。以上です。はい、ありがとうございます。あの1点目の思い出については、あの本当に見せ方でいくらでも工夫ができるなと思っているので、あの今までのやり方にこだわらず、いろんな試しというか挑戦をしてみたいなと思っております。2点目は交通の問題は、確かにあの本当に車中心で実際公共交通で移動するというのは、あの現実的ではないなというのは、あの来てみて本当に感じるので、ちょっとそこの課題はあの今後、まあ、かとしてというか、あの地域としてあの改善していけたらいいなと思っています。あ、すいません。あのバスの問題、ご提言ありがとうございます。私どもも一応そういったところに今後改善したいと思っておりますし、コミュニティバスの運行形態変える中でそういったところをフォローしていけたらいいなと今考えて、来年度から計画作り進めていきたいと考えているところでございます。すいません、今移住の話が出てるんですけれども、例えば移住っていうと、もうすごくそこに長く住んでもらいたいというのが本音だとは思うんですよ。ただその今言った八幡平市の知名度が低いということを踏まえるとですね、その移住のさせ方って言いますかね、それちょっと工夫しなきゃならないと思います。というのは、例えばその長期じゃなく短期の移住って言えるか分かんないんですけど、いずれ住んでもらって八幡平に良さを知ってもらうと。と言って例としましては、例えばその夏の期間はこっちに住んでもらって、冬ってと寒い時はまあ暖かい方に行ってもらうと。それから逆にスキーをやりたい人は冬の期間はこっちで空き家等を利用して移住するという考え方があって、で夏はまあ自宅に帰ってもらうと。
まあ、そういったその長期じゃなく短期の移住から始めるで長期の方に結びつけるという点もあるとは思うんですよ。それで、まあ、移住する前にじゃあどうかってなるとその何がネックになっているのかっていうのを掘り起こしてそれを含めてですね市の予算なりをアピールする、あるいは逆に言うとその不足している部分は地元の方、こっちの方、市の方でちゃんと整備していただいてそれを PR していってはどうかということを思っています。というのはまあ、私も何年か県外に行っていろいろ聞いてるんですけど移住となってやっぱりその南の方が有利は確かです。気候的に行ってただ冬が好きな人もいるもんで、だそういう期間内の移住と、まあ移住、まあさっき言ったように移住って言えるかわかんないんですけども、それから始まって良さを知ってもらってずっといる方向に結びつけるという手もあるんじゃないかと思うんですが、その辺が記録隊の方が、まあいろいろ工夫されてると思うんですけども、ちょっと私はその辺にその、わかんないんですよね、正直言って。どういう、手当てをしているか、まあ、その辺をちょっと一般の市民にも知らせてですねやるべき方法もあるのかなと思いますけどいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、二拠点居住のようなイメージでちょっと考えてみたんですけども実際に私の周りにも夏場だけこちらに暮らして冬になると関東に戻るという方もいらっしゃるんですけど、まあ、他にもきっとそういう季節を分けて集まったりということで暮らしている方もいらっしゃると思うので、まあ、私がもしできるとしたらそういう方の暮らしというか生活の様子を発信していくことだったりそういう八幡平に何を実現したいかというそれぞれのポイントがあると思うんですけどそういうところを実現できるようなお手伝いができればいいなと思っております。すいません、ちょっともう一つ移住、まあ移住移住って言うともう一般的には若い人を対象にした移住ということだと思うんですけども逆にその退職した人のね、まあ、移住というか、まあ、こっちに来て住んでもらうというなんかそういう手立てはないんですかね。というのは退職して、まあ、都会で持て余してる人がこっちに来てその畑なりをちょっと借りてやってみようかなとしてもちょっと聞いたことがあるんでその辺をなんと整備してもうちょっと主の PR をいい PR をして移住を呼び込むという手はないですかね。そうですね、農地付きの空き家物件も出てきたり、まあ、実際購入されている方もいらっしゃったりそういう、まあ、リタイア後の暮らしを八幡平でという方も実際いらっしゃるので、まあ、そういう本当にどうかした制度というとちょっと難しいかもしれないですけどもそれもおそらく何を求めて八幡平に来るかというところもあると思うんですけど利便性よりも自然環境があればもうそれだけで十分だという方もいらっしゃいますので、まあ、一方で利便性があっての地方暮らしという方もおそらく高齢者だと思うので、まあ、その方に合った暮らしを提案することが一番私にはできるかなと思います。他にございますか。私は足場地下の田山から、北野の安保と申します。私も U ターン組なんですけども
実は家族はまだ川崎にいるので、まあ先ほどの話につながりますけども、実家に住んでて、もう一軒同じ近くにありますので、まあ三拠点生活をしてます。で、決してね、あの一箇所にね住まなきゃいけないっていうのも別にねこだわらずに、まあ二拠点生活もこれまたねやると楽しい。で、その一番長くいるのをできるだけ八幡平市にしていただければ、まあ移住に、つながるんじゃないかと思ってます。まあ、私自身の体験からも、どんどん友達なんかも八幡平市に連れていきたいなというふうに思ってます。で、あのまあ固い話ではなく、あのまあ今までいろんな活動をしてて、まあ一番苦労したこととか、ね、まあ大変だったっていうことがあったら、ちょっと感想を聞かせていただいて、またどういう、まあ、乗り越え方をしたのかとか、あとは、あの、一般市民の、ね、方にも、こういう協力があったら嬉しいとか、または予算がつけば、こういうことをしたいとか、もし、要望があったら、そういうところもお聞きしたいなと思います。以上です。はい、ありがとうございます。苦労した点と、あと、まあ、あの、私の、すごい課題だと感じているところなんですけども、合併前の状態しか、あの知らないまま U ターンしたということもあって、どうしても私の活動範囲が、まあ、地元周辺はそうなんですけども、こう知っているところ、本当はこの辺というか、まあ、その交流がある場所だったりそうなんですけど、どうしても行く場所に偏りができてしまうというのをこの2年間すごい感じたので、行かないところには本当に久しく足を運ばないような状況がすごい心の方に感じているので、その3年目は満遍であるというか、用事があったら行くということではなく、この辺には全然行ってないけど、ここで何かやるとしたらなんかこんなことができるかなと か, なんかそういうところを自分で見つけて、でそこで実際活動をしていきたいなと思っているので、まだまだ知らない地域に足を踏み入れることを3年目にしていきたいなと思っています。八幡平市の教育委員会に勤めている星と申します。先ほどふるさと CM 大賞の紹介があったんですが、とっても楽しくてですね、しかもインパクトのあるもうアイデア満載のですね、番組だなと思って楽しく見せていただきました。子どもたちがあれを通して地元を見直すっていうのがね、そういう意味でも意味があったんだろうなというふうに思ったんですが、このアイデアそのものは岡堀さんのアイデアなんでしょうか。子どもたちはどう関わったのかということも教えていただければと思いますし、それからこういう今回は松野小学校の子どもたちがこれに参加させていただいて、とっても実は喜んでましてですね、またぜひ機会があればですね、こう子どもたちが活躍するような、番組を、CM をですね、作ってもらえれば嬉しいなと思ったりしております。で、最後のお願いは、さっき、とっても、楽しく見せてもらいましたので、この報告の最後にですね、もう一回だけ見せてもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。とても嬉しいことは、で、本当に、すごくよかったなと思うんですけども、そうです。最初に思いついたのは、そうですね、これまで数字ばかり見てきたせいもあるかもしれないんですけど、数字がどうしても目に入ってきて、こんなに何だったそんなだったんだと思って、そこから何かストーリーができればいいなと思ったところで、かつ、普通の CM だとあまり記憶にも印象にも残らないなと思ったので、そこは皆さんにアドバイスをいただいて、ちゃんとうまく着地するような
CM にすることができました。で、小学生の参加は、そうですね、議会に小学生が入る機会自体がまずないですし、そういった思い出作りということと、あと、なんか大人になった時に、いつか遊べば、一万体でああいう CM を作ったのとか、その場所に愛着を持つようなきっかけにもつながればいいなと思って、今回はそういうストーリーにしました。ありがとうございます。では、CM を。すいません、時間ありますので、後ほどで。では最後に CM 流して、はい、次のこの回に引き継ぎます。
万単位の公式ラインに登録されているかと思うので、まあ、内容どんな内容来ているかってご存知かと思うんですけれども、まあ、市からの情報だったりとか、まあ、イベントの情報だったりとか、そういったものを今流している状況でございます。それからですね、火災やその他災害ですね、の情報をですね、自動で配信するという仕組みをですね、僕らが開発させていただきまして、この忙しい災害の現場でですね、誰かの手を煩わせることなくですね、自動で市民の皆様へ情報を配信するという仕組みを開発させていただきました。おかげさまでですね、令和4年の4月1日にですね、一般公開させていただきまして、現在2000人を超える方々にですね、使用いただいております。はい、ということで、市民の皆様から、まあ、お声ということで、公式 LINE はですね、例えばもうどこにいても情報が見られるからすごくいいわとか、実家をですね、離れて、実家の8万から離れていても、まあ、情報を見ることができるからすごく安心ですとか、それからですね、消防団の方にはですね、まあ、火災の情報がすぐに飛んでくるからすごくいいなどですね、非常にですね、ポジティブな意見をたくさんいただいております。本当にこういうのを見ますと、この自分で作ってよかったなとすごく思います。続きましてですね、熊問題ですね、解決するアプリについてご説明させていただきます。熊に関してはですね、昨年あの、まあ、8万体というか岩手というか、まあ、日本全国でですね、非常に多くの熊の目撃情報があってですね、多くの被害が実際に出ています。それをなんとか相手の力を使って解決をしたいと思って、アプリの開発に、挑戦しています。はい、このグラフはですね、岩手県の直近の5年間の、熊の目撃情報なんですけれども、昨年はですね、例年より非常に多くの熊が目撃されているのがですね、このグラフからも、分かるかと思います。実際にですね、8万体者のさまざまな人身事故ですね、含めまして多くの、被害が出ているというのが現状でございます。では一体その何が問題なのかと言いますと、まずその情報の各社、格差というのがあります。こちらですね、まちづくり推進課の、立柳係長とですね、お話をさせていただいて、まあ、その情報を持っている人と、まあ、そうでない人の格差がありすぎるという問題があります。例えばですね、これ実際の話なんですけれども、小学校で配信しているその情報を共有するメールで、〇〇地内で、熊が出ましたとか、まあ、通学路で通学路付近に熊が目撃されていますとかですね、そういった学校配信の発信ですね、メールが小学校に子供がいる方にはですね、保護者にも伝わるんですけれども、その熊の目撃されている地域に住んでいたとしても、まあ、その小学校に子供がですね、通っていなければその情報はですね、共有されていないんです。ですから、実はものすごく近くに熊がいるかもしれないんですけれども、それをですね、知る術がないというのが現状です。それじゃあもっと情報発信すればいいんじゃないかと思うんですけれども、先ほどのグラフのようにですね、毎日とんでもない数の熊の目撃情報を発信すると、防災無線がおそらくなりっぱなしになってしまうと。それからですね、その情報を発信するとすると、発信する係、まあ、市役所の職員さんがですね、もうパンクしてしまうという状況になってしまいます。この問題をですね、解決するためには、情報が等しく知り渡らなければいけないということと、情報発信する側の作業が簡単ではなければいけない。でこれを IT の力を使って、解決したのが、ベアーズというアプリになります。このアプリはですね、クマを見つけた人が、スマホで、通報して、市民の皆さんはですね、スマホでどこにクマが出ているのかを、簡単に確認することができるアプリになります。電話をするわけでもなければ、市役所の職員さんですね、自分で配信するわけではないので、簡単に、情報発信もできるし、情報収集が、簡単にですね、できるようになります。アプリの操作もですね、直感的で、地図で場所を選択して、いついつどこに何頭いたのかというのを通報するアプリになっていますので、簡単にですね、情報の発信も収集もできるようになります。ではまずですね、実際アプリの概要を説明したいと思います。はい、ベアーズのアプリはですね、8万大使の公式の LINE からですね、閲覧できるようになります。この映っている画面はですね、プロトタイプになりますので、多少変わったりもするんですけれども、公式 LINE 防災安全のところからですね、熊情報を選んでいただいて、その後、熊の通報というボタンを押しますと、通報画面に映ります。
で、こちらはですね、実際の通報画面になるんですけれども、通報される方のお名前、電話番号、目撃日時、目撃数ですね、それから、目撃した場所を地図から選択します。で、この時にですね、もうお名前や電話番号を、入れていただくんですけれども、閲覧からですね、表示されることはありません。ただですね、間違った情報を表示することを避けるために、お名前と電話番号を入れて責任を持って通報していただくために記入をいただいております。簡単にですね、先ほどの項目を入れて、こちらの画面の右下のですね、通報というボタンを押しますと、このように確認の画面になりまして、通報のボタンを押しますと、閲覧の画面ですね、先ほど選択した、情報が反映されます。はい、続いて閲覧画面なんですけれども、閲覧画面はですね、八幡平市の公式の LINE から見ることができます。先ほどと同じようにですね、熊情報を見に行って、熊がどこにいるのかっていうのをボタンを押しますと、八幡平市の地図が出てきますので、そちらにですね、直近2日間は赤いビーが立っていますので、そちらを触っていただくと、いつに何といたのかっていうのを確認することができます。で、デフォルトではですね、直近2週間の熊の情報を確認することができます。もちろん過去の出没情報を見ることができますので、これをですね、続けていればどの地域は、どのあたりで多く見られているかなどを確認することができて、被害の拡大を防げることができるんじゃないかなと考えております。それからですね、実際の閲覧画面はですね、皆さんの資料のここですね、右上に QR コードを載せていますので、後ほどですね、お手元のスマートフォンで QR コードを読んでいただいて、実際に見ていただければと思います。先にですね、注意点として、現在ですね、テスト用のデータが、もう何個か地図にプロットされていますので、本当に目撃された情報ではないということだけ、お気をつけください。4月のですね、更新のリリースのタイミングでですね、一旦、データ、テストデータを全部消した状態で、リリースさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、今後の公共事業といたしまして、今ですね、公表いただいております公式の LINE ですね、こちらは、開発と普及活動を続けさせていただきたいと思っております。それからですね、先ほどお話ししました熊をですね、通報するシステムにつきましても、継続して開発と普及活動ですね、させていただきたいと思っております。それに熊の、ですね、に関連してですね、もう一個アプリを開発しておりまして、熊の罠に、バナの管理アプリを開発したいと思っております。というのは、毎日ハンターさん熊の罠にかかっているのかかってないかっていうのを歩いて見に行っているそうなんですけれども、そちらですね、センサーと通信技術を使って遠隔で熊の罠の管理をするという仕組みもやっていきたいと思っております。はい、それからですね、その他の開発ということで、弊社なんですけれども、他の大きな開発様と違ってですね、小さい会社ですから柔軟にですね、開発の対応等をできますので、こういったシステムできないなと、ご意見がございましたらご相談いただければと思います。よろしくお願いします。はい、続きましてですね、研究開発についてご説明させていただきたいと思います。こちらはですね、弊社のメインで開発しております、レッドサイドヒーローというですね、アプリケーションになります。このアプリの構想は、実際に僕がですね、体験した結果からこのアプリケーションの開発に至っております。このアプリの内容ですね、昨年の12月に開催されましたスパーク東北というですね、総務省主催のピッチコンテスト、ビジネスコンテストですね、そちらに出場させていただきまして、NICT 賞というですね、東北の最高賞を受賞させていただきまして、東北から代表として、今月の3月の14日に、企業家万博というですね、全国大会に出場させていただきました。全国の中から10社選ばれた中で、このベッドサイドヒーローというアプリの説明をさせていただきました。はい、ただですね、残念ながらその全国大会で何か、大きな賞を受賞するということはできなかったんですけれども、この全国という舞台でですね、東北、岩手県の代表として、ベッドサイドヒーローというアプリをですね、説明できたことを非常に誇りに思いますし、本当に自分の成長につながったというのはすごく思っております。それからですね、この大会をきっかけにですね、さまざまな企業さんだったりとか、手伝っていただける方とつながることができましたので、非常に僕にとっては本当に有益な時間でした。はい、それではですね、企業家万博に説明させていただきました、ベッドサイドヒーローについて、説明させていただきたいと思います。
者と言われて思い浮かべるのは、おそらくですこのような、最新の、医療機器を満載した高規格車と呼ばれる車両ではないでしょうか。でかつて、僕が日本で乗っていたのもこのような救急車で、料金も無料だし、119番通報すると、日本全国すぐにどこでも訓練された救急隊が駆けつけてくれます。しかしながら世界の救急車のほとんどはですね、こんなに素晴らしい状況にないというのが実情なんです。この写真はですね、実際に私が乗っていたフェリーの救急車内なんですけれども、先ほどの日本の救急車と比べるともう全然何も入ってないのが分かります。予算がないので日本と違ってですね、機材を買うことができず運ぶことしかできないんです。また、フィリピンの救急隊はですね、皆さんも受講されたことあるかと思うんですけど、こういうですね、救命講習だったりとか、救命講習の訓練を受けた程度の人たちが救急隊としてですね、現場に出ているというのが実情なんです。なので、まあ、先ほどの救急車に乗っていたような資材があったとしても、扱えることができないんです。なので、まあ、日本の救急車と違って発展途上国の救急車では死ぬです。目の前の人が、まあ、すごく残酷な話ではあるんですけれども、まあ、資材もなければ、まあ、訓練もしないので当たり前っちゃ当たり前ですよね。この問題ですね、解決するために開発したのがベッド材で切るというアプリなんです。こちら画面に映っているようにですね、心拍を見るモニターだけでもなんと数百万円以上するのが普通なんですけれども、ベッドサイド肥料はソフトウェアですので、ごく単純なセンサーと、まあ、iPad などの範囲を使うことで、80% のコストダウンを目指しています。取得したバイタルと、観察結果に基づいてリコメントしてくれる AI を搭載していますので、まあ、ほんの少し訓練すればですね、誰でもハイレベルな処置ができることを目指して開発を進めております。こちらですね、実際の画面になるんですけれども、この通り、別サイドモニターとしての手話もちろんのこと、さらにですね、症状など、詳細情報を記入しまして、そして簡単にですね、情報にこうチェックを入れるようにしていますので、こちらにチェックを入れていって、呼吸数などですね、そういった数値を入れた後に、画面の下にですね、AI に聞くというボタンがございますので、そちらを押しますと、測った場合から、それからですね、観察した結果から活動に対するリコメンドをしてくれるというアプリとなっております。でこのスライドではですね、説明してないんですけれども、今全国の自治体さんがまだそうだと思うんですけれども、手書きで行っているですね、緊急活動記録表というものをデジタル化するという機能も搭載しております。それからですね、もちろんなんですけれども、訓練用として、まあ、教育用として使えるというシステムも搭載しております。このアプリはですね、いわゆる研究開発型のアプリですので、より出すまでには、すごく時間がかかってしまうんですけれども、僕としては何としてでも、世界中にですね、世界中で使っていただけるようにですね、日々努力しているところでございます。はい、で最後に今後の活動について、お話しさせていただきます。今後の活動と戦略といたしまして、まずはですね、ずっと継続して開発しております更新の LINE の開発とですね、普及活動を継続してさせていただきます。それからですね、先ほどお話しさせていただきました熊を見つけたら通報するアプリと、熊をですね、管理するアプリですね、そちらについても、普及活動させていただきたいと思っております。先ほどの、お話だと八幡大使だけで使うのかなという話ではなくて、これはですね、他の自治体様へもですね、導入させていただきたいと思っておりますので、ぜひいろんなところからご相談くれば非常に嬉しく思います。はい、で2つ目として、先ほど紹介させていただきましたベッドサイド肥料についてもですね、研究開発を進めさせていただいて、実証実験を繰り返し行って、社会実装できるようにですね、進めさせていただきます。このアプリケーションはですね、まず、発展途上国から、実証実験を含めてですね、進めさせていただきたいと思っております。それに伴ってですね、先日僕はフィリピンで4年ぶりに、行ってきまして、実証実験の、詳細をですね、打ち合わせをしてまいりました。はい、で最後にですね、見守りサービス8というサービスをですね、弊社で、提供しております。このアプリはですね、アップローチを使って遠隔で見守りをするというアプリになります。先に話をしましたベッドサイドヒーローと、
このハーチで取得したバイタルをですね、いっぱい溜め込んでいって、解析することですね、世界中のどこにも負けないですね、疾病予測 AI と、疾病予測 AI の開発につなげたいと思っております。はい、皆様ご清聴ありがとうございました。ですね、気がついたら、ここに立って発表するのも、もう3回目になってしまいまして、本当に振り返ってしまうと、この3年間って本当にあっという間だったなというのが印象でございます。思い出をですね、話すと、本当に長くなってしまいそうなんですけれども、まずはですね、その3年間活動を無事に終わらせることができたことについてですね、皆様に感謝を申し上げさせていただきます。ありがとうございます。そしてですね、協力隊活動を支えてくださってですね、八幡平市役所の皆様に本当に、感謝しております。特にもですね、3年間、所属させていただきました松出推進課の皆様、本当にありがとうございました。はい、まだ大丈夫ですかね。今だから言えるんですけれども、3年間のうちですね、実は結構喧嘩してます。喧嘩というか、僕はこうしたいとか、それでもそれは趣旨と活動の趣旨と違うとか、市役所のルール的にできないとか、結構ですね、たくさん衝突したことをですね、覚えてます。正直、ただその指導するっていうのは本当に面倒だし大変なことだと思うんですけれども、こんな僕にですね、懲りずに、温かい指導をたくさんいただいたおかげさまでですね、市役所のルールというか、それからですね、市役所の仕事をするときの注意点だったりとか、そういったものですね、見守ってもらうことができました。誰からの言葉というのを控えさせていただくんですけれども、市役所のルールの中で、どれだけ泳げるかというのが大事ということをですね、僕はもう本当にずっと忘れないでしょうし、卒業する今だからですね、今だからこそ、身を信じてその意味が分かっています。これからですね、こんなに温かい人がなくなってしまうというのはすごく寂しく思っております。はい、でですね、長くなってしまったんですけれども、4月からですね、自分の会社一本で活動していくことになります。今までもですね、これからも僕一人の力でですね、力ではですね、思っていることの、半分も達成できないなと、恥ずかしながら自負しております。協力隊という立場ではなくなってしまうんですけれども、4月以降ですね、地元企業として、皆さんと一緒に、会社の僕自身をですね、成長させていただきましたら、非常に嬉しく思いますので、これからもですね、変わらずご指導を終えていただけたらと思います。改めまして、皆さんに心から感謝いたします。本当にどうもありがとうございました。以上です。この大会は3年間の、はい、いろんな思いも伺うことができました。また素晴らしいアプリも開発していただいて、市の行政の役にも大変立っているところでございます。それでは皆様からご質問をお受けしたいと思います。安保と申します。私が質問したいことをある程度も話して いたので、ちょっと別な質問なんですけど、今後の活動を期待しまして、会社名でその方の思いが伝わると思うんで、このゴールデンフィールドっていうのはどういう意味合いで会社名にしたかをちょっとお聞きしたいと思います。以上です。はい、ご質問ありがとうございます。ゴールデンフィールド株式会社というのはですね、パブルとですね、すごく単純な意味でして、僕の名字が本のという名字でして、金色の金、野原の野ということで、それを直訳すると、ゴールデンフィールド、それでゴールデンフィールドという。はい、松本市長の関係でございます。工場ということで、ありますので、ちょっとお話をさせていただきたいと思います。まずはですね、岡堀さん、そして近藤さん、発表大変すみませんでした。ありがとうございます。そして、この活動報告会に、多くの皆様、ご来場いただきました。会場の皆様にも、感謝を申し上げていただきます。ありがとうございました。今回はですね、お二人の地域保護士協力隊からの発表ということでございます。まずは岡堀さんはですね、今年度2年目ということで、いよいよ来年度が最終年度になるわけであります。この2か年のですね、活動を、もう
表されたわけですが、まあ、今年度 の活動も、合わせて、先ほどから引き継いでの、報告ということにもなるわけでありますが、来年度ですね、どういうまとめ方というか、卒業のものということも踏まえて、活動していただいて、できる限りというか、できるのであれば、この八幡平市に残っていただいて、さらに活動を深めていただく、まあ、そういった重要な年になるというふうに思います。そういった観点で、この今回の発表を聞かせていただいたわけでありますが、ご本人からもお話しされました通り、ミッションはですね、移住と、それから情報発信。まさに移住促進は八幡平市の大きな命題であります、課題であります。コロナ禍で東京にですね、有楽町に、交通改革という大きなビルがあってですね、そこにふるさと回帰支援センターというすごい立派な2フロアを使ってですね、全国の自治体がそこに窓口を持って展開している場所があります。まあ、そこには私も何度も行っておりますし、岡堀さんも何回も行って、そこで活動をしていただいているわけでありますが、このコロナ禍でやはり地方に移転したいというような考えを持つ方が随分増えたようでありまして、この3年間ぐらいはですね、ふるさと回帰支援センターの相談件数はぐんぐん上り上りでありました。そういうこともあって、私どもの方にもなかなか東北は厳しい、お話もありました通り、西日本とはですね、南の方に比べるとなかなか東北地方は厳しい状況は、まあ、言ってみても分かるわけではありますが、ただ非常に伸びてきているということで、これから期待できるかなというふうに思っていたんですが、コロナが去年の5月の8日に、5類に移行してから、交通センターのそのふるさと回帰支援センターの相談件数がですね、急激に落ちてきているというような状況が出てきています。やはりコロナ禍でですね、そういう需要を考えた人はやはりまた祖先に戻るというような、そういうこともですね、また出てきているのかなというようなことで、まあ、ちょっと苦慮するところもあるわけではありますが、まあ、それについても岡堀さんには決まったように頑張っていただきました。相談の中でいろいろ相談、移住相談対応ということでですね、活動内容の中でいろいろ聞かれたことについてもお話しされていましたが、やはり私もですね、そういった場面にいて聞かれることはですね、まあ、住むところもそうですけれども、まあ、仕事のこととか、まあ、いろいろとございまして、まあ、そういうことを全てにこう答えられるような仕事もちゃんとしっかりと案内できるような、まあ、そういったようなことも、これからさらにですね、市としても取り組んでいただきながら、まあ、岡堀さんと地域おこし協力隊の皆様にもご協力をいただきながらですね、これからどん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 発信して、移住者を募っていきたいということを改めて思っている次第であります。そして雪道のことでの初めてのですね、運転講習会ということで、まあ、よくこういうことに気づかれたなと、まあ、我々は地元にいるのでですね、まあ、皆さんも運転疑惑なところもあるかとは思いますが、なかなかそういったところは発想というのは出てこなかったわけでありますが、こういった企画もしていただいたということ、そして交流会も非常に大事だと思います。我々の時ハローインターナショナルスクールが開校してですね、先生方とか職員の方々も、発案大使に移住して、国内からもいらっしゃっておりますし、国内からも随分いらっしゃっています。まあ、そういった移住者の方々とですね、交流会をしていくということは、これからどんどん回数も重ねて、やっていくことによって、その皆さんの不安も解消して、さらには八幡大使が住みやすい場所になっていくんだということにつながっていくかというふうに思っております。そういった意味でも非常に良い意味だったというふうに思っております。それから、あと、情報発信についても頑張っていただきますが、私もですね、ふるさと支援所に立たせていただきますが、面白所ということで、これ実はふるさと支援大賞にですね、これでも3年連続大賞を取った時もあれば、大賞を取って次は何ですかね、もう3年連続賞を取りました。この
面白そうという賞を取ることによって、この支援の放送回、放映回数がですね、それぞれの賞によって違ってきまして、この何も賞に払わないと50回ということになるんですけれども、この面白賞ではですね、100回CM を IAP から流していただけるというようなことであります。まあ、金額に換算するとですね、実は100万円以上の価値があるというようなことでありました。そして2年前でしたか、大賞を取った時はですね、もう250回で、それも全国でもう発信していただいたということで、その当時はお金に換算すると500万円以上の価値があるというようなことであります。結構反響も大きく、このふるさと支援大賞はですね、今後もしっかり取り組んでいきたいという意味では、今回もすごく良かったなということを改めて感じた次第でございます。そして先進地の活動していただいて、今後のですね、八幡平市の移住相談支援を対策をどうしていくかということも非常に真剣になって考えていただいたと思います。ちょっと長くなりますが、今大桶の駅前にですね、川作り施設を建設するということで、3月22日に入札が終わりました。いよいよ工事に着工することになります。来年の11月には完成してですね、業務がスタートということになるわけでありますが、いろんな機能を入れる中で、1階にですね、1階の一つの機能として、移住定住相談支援センターというものをの機能を持たせることにしています。やはりどうしても役所にいて、相談業務をしていただいているとですね、土日は休み、そして管轄とかですね、8時半から5時15分までという制約があるわけであります。そういったできるだけですね、相談したい方のニーズに合わせた形で運営していくということも目指していく。冒頭で申し上げました通り、ただ八幡平市行きたい、住みたいところとか、どこか住みたい、住んでいるところありませんかとか、相手からのアプローチだけで、受けての答えということではなくて、こちらからも、もうあらゆる面から、その方に対応していくというような、そういったような環境を作っていくということでですね、僕が移住定住相談センターということで紹介があったような箱を一つ作るということではなくて、その1階にそういう機能を持たせるということでありますので、そこにもですね、岡本さんたちからも、お借りできる環境になれば、いいかなということでございまして、今そこの運営体制も検討しているところでございます。八幡平市の知名度がまだまだ足りない、そのことは現実であります。私どもしっかりとですね、そこの情報発信をしていきたいということで、いろいろやっているわけでありますが、次の河野さんの発表に対しての公表の中で、まず最初に申し上げたいのはですね、皆さん、BS テレビ東京 の、 番組でですね、まあ、仕掛けるという番組があるんですが、ご覧になったことがある方、いらっしゃいますか？ありがとうございます。今年度4回実は放送されているんですけれども、BS のテレビ東京の日曜日のですね、夜の10時半からの番組になりますので、なかなか時間帯も遅くてですね、見られる方も少ないかなというふうに思うわけでありますが、中村正俊さんとですね、伊藤聡子さんが MC をやっていただいている番組です。これまで今年度は4回、昨年度は2回取り上げていただきました。視聴率という意味では、ちょっと先ほど言ったようにですね、時間帯が遅いので、あまり意味が出ないのかなっていうところもあったんですけども、やはり放映された後は非常に反響があります。この間のですね、日曜日、24日でしたか、3月24日の放映はですね、このスパルタキャンプを通じて、起業した皆さんにスポットを当てて、でですね、その企業化支援センターの活動状況とか、いろいろこう、インタビューされて、その中メインがですね、今回、河野さんだったというようなことで、今日の発表も、そうなんですけど、大体それよりももっと、なんかこのテレビを通じての、印象はですね、大変良かったなというふうに思っています。また、いろいろあったからも見れるような仕組みもあるわけでありますので、ぜひ見ていただきたいと思いますし、
ないか見れない方は私が DVD 撮ってますので、ぜひ見てもらえればお貸しいたしますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。というの、本当に地域おこし協力隊で、今3年目、3年間の地域おこし協力隊の活動の中でですね、その活動期間中に会社を立ち上げられたという方は、実は初めてで、あります。皆さんも、私が言うまでもなく、非常に素晴らしい取り組みであるわけでありまして、今、JICA のこともいろいろ話されてですね、海外展開、もう夢ではないというか、もうすぐにでもできそうな雰囲気なのかなのかなということも感じるわけでありますが、これはフィリピンとかタイとかですね、東南アジアに展開することが可能になれば、一気にもうブレイクする会社になるんではないかなということで、大きな期待を寄せているところであります。そういったことを我々卒業もですね、市としてもしっかりと支援していきたいということであります。そしてあと八幡大社の公式 LINE のお話もありました。もう2000数百人の登録者数があるわけでありますけれども、これも他の自治体に売っていくということではですね、非常にいいものが出来上がったなと思います。一つですね、やはりせっかくいい公式 LINE ができたんですけれども、我々、いわゆる市がその情報をですね、発信するわけであります。登録するわけであります。これをしっかりやっていかないと、せっかく作っていただいたものをですね、十分に活かせていけないなというところに、今、私はすごく思うところがあります。各課で登録しているわけですが、各課で、いろいろこう、会議の場でもいろいろ、各課にも、どんどん発信してくれという話は、しているわけでありますが、しっかり頑張ってはいただいているんですけれども、それが、市民の皆さん、目が、外の皆さんが、どれだけ興味を引く内容なのかというところ、これもですね、やはり発信する我々の責任として、しっかり頑張っていきたいと。それによって、この、他の自治体がですね、買うか買わないかということもですね、多分、左右されてくるかなということで、私たちの責任も非常に重いのかなということを改めて感じたところでございます。最後にですけれども、地域おこし協力隊は、これまでも始まったりして、本当に多くの協力隊員を受け入れてまいりました。地元に残っていただいている人もですね、八幡大社に残っていただいて、起業した人もおります。あるいは就職した人もいます。いろんな方がいらっしゃいます。途中でですね、見上げられていた方もいたり、あとは卒業後は卒業後は、外に出られていたり、いろんな方がいるわけでありますが、残っていただくことを当然目指していくこの制度であるわけですが、ただやはり、外から来た方々、いわゆる外部の視点でですね、この八幡大社を見ていただくということ、これが非常に大きい効果があるということを実感しています。非常に刺激があります。皆様の活動を通じてですね、いろんな話を聞けるということを、私どもに戻りますと、繰り返しますが、刺激になるわけでありますので、今後とも続けていきたいと思っています。来年度に向けて、一人ですね、今、地域おこし協力隊の方の面接を、今日これから行うんですけれども、実は千葉産品の販路開拓コーディネーターという方を今回のミッションとして、来年度は、参加を、ですね、募集を募っていて、それに応募してくれている方もいます。やはり八幡大社はいろいろな素晴らしい食材とかですね、いろんなものが資源があるわけでありますが、発信、先ほどの知名度の話ではないんですけれども、素晴らしい食材をですね、発信する力、これがやはり弱いというようなことがあります。いろんな特産品、食材等をコーディネートして発信できる方、そういった力を持った方に来ていただきたいということで、募集をかけていくところでございます。いろいろあるわけでありますが、地域おこし協力隊の制度もだいぶ定着してですね、全国でも非常に多くの募集が毎年あるわけであります。なかなか募集をかけてもですね、集まらないというようなことも、ありますが、この一部の自治体ではですね、もう30人とか、1年にそのぐらいの人数を募集かけて、実際に来ていただいているところもありますので、
どういうその、募集の仕方というか、どういうミッションを出せるか、どういうような引用の仕方をしていくか、どういう活動をしていくかというところを、まあ、これにも非常にですね、魅力のある形で発信しながら、募集応募につながっていくような、そういった取り組みもしていきたいというふうに思っております。繰り返しますけれども、まあ、このような活動報告会に、市民の皆さんも今日ぜ来ていただきました。こういった活動をですね、聞いていただいて、まあ、地域おこし協力隊の活動というのがどのようなものなのかということは、繰り返していただいたこともあるかと思います。こういったことを何度も積み重ねながら、皆さんと共にですね、地域振興、地域内自然の発展に向けて取り組んでいきたいと思っておりますので、改めてよろしく申し上げまして、少し長くなりますから、私からの公表と合わせて、ご挨拶をさせていただきます。今日は大変ありがとうございました。ありがとうございました。それでは冒頭でも申し上げましたけれども、皆様に再度のお願いでございます。今回アンケート回答用紙配布しておりますので、お帰りの際はご記入ので、広報の係員の方にお渡しいただきたいと思います。なお、あとこの後ですね、この台の方のレッドサイド費用のデモもございますので、お時間のある方はご覧いただければと思います。以上をもちまして、今年度の地域おこし協力隊の報告会を終了させていただきます。皆様大変ありがとうございました。